茨城県の橋本正知事と吉野正義は、日本の政治家、実業家、福祉事業家、自由民主党所属の衆議院議員、復興大臣、環境副大臣、文部科学大臣政務官、福島県議会議員、社会福祉法人ハートフルナコソ理事長等を務めた、福島県出身。福島県立岩木高等学校、早稲田大学小学部卒業。 大学卒業後、家業の吉野木材株式会社に入社した。1987年、福島県議会議員選挙に出馬し、初当選した。以後、1999年まで3期12年務める。2000年、第42回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で、福島5区から出馬し、民主党新人の吉田泉を破り、当選した。以後、 6期連続当選。1996年の第41回衆議院議員総選挙で、福島5区から新進党公認で出馬し、当選した坂本剛二が1999年に自民党に復党していたため、コスタリカ方式が取られ、2005年の第44回衆議院議員総選挙までは、吉野、 坂本の両名がそれぞれ福島5区、比例東北ブロックから交互に出馬して当選し続けていた。2005年、中国ブロックだが、体は福島5区の人間だ。あまりにも例のないことでびっくりしているが、バッジをつけて復興のお役に立ちたいと講演者に釈明した。比例中国ブロックの選挙区内には入らず、福島5区で坂本を応援する選挙運動を行い、 自身は比例中国ブロックで当選した。当選後、衆議院環境委員長に就任。2014年、衆議院原子力問題調査特別委員長に就任。同年の第47回衆議院議員総選挙に際しては、再び、吉野、坂本の両名が、福島国からの立候補を表明し、党本部の調整により、吉野が福島国で公認を受け、 坂本は比例近畿ブロックへ転出。党本部による調整がもつれ込み、公認が決定したのは工事日の前日で、坂本は比例近畿ブロック単独40位に搭載された。福島5区で、吉野が民主党前職の吉田泉を破って再選された一方で、比例近畿ブロックに国外した坂本は、名簿ジュニーの回答祭が響き、落選した。 2016年9月、衆議院東日本大震災復興委員長に就任。2017年4月26日、東北地方太平洋沖地震に関する東北地方の被災地への問題発言を理由に、更迭された今村正宏の公認の復興大臣に任命され、初入閣した。就任後の記者会見で、前任の今村正宏について、 まだ東北で良かったという発言に関しては、私は被災地だから絶対に許せないと批判したが、今村氏は頻繁に被災地に来ているし、被災地を思っていたのはよくわかっている。ただ、ああいう言葉になったのは残念だとも述べた。2017年8月3日、第3次安倍第三次改造内閣において復興大臣に留任。同年の 第48回衆議院議員総選挙では希望の投稿人となった吉田を再び下してならせん。2018年10月2日の第4次内閣改造で復興大臣を退任。2019年10月、衆議院農林水産委員長に就任。ありがとうございます。